ライブ前線に出るメンバーが一人確定したようだな。アイスアームの多重コーラル防壁を無効化する手段について話そうじゃないか。あれはプライマリシールドとセカンダリシールド2枚からなる鉄壁の守りだよ。1枚目を突破する手段はアーキバスが提供しましょう。最新兵器スタンニードルランチャー、これを幹部に当てれば求める結果が得られる。2枚目はどうする？夜なべして作ってたおもちゃがある。ラッド金星オーバードレールキャノンさん、バートラム旧宇宙港の待機電力を回せば威力は足りる計算だが、問題は命中。そういうことであれば車種は任せてくれ。狙撃には自信がある。私は現場監督として出ましょう。寄せ集めには統率が必要です。弾幕要員も1枚欲しい。うちからはチャティも出そう。あと決まっていないのはスタンニードルランチャーを誰が当てに行くか。最前線で殴りに行く係なら最初から決まっている。ガンツ13、話は聞いていたな。愉快な遠足の始まりだ。